突撃わが町サウナ。はい、今回はですね、名寄市ですね。はい、名寄市にお邪魔します。大体あの旭川から、上の方にパッと行って、どんぐらいだろう、あの北海道のこの三角形のちょっと上ぐらいなんですけどね、稚内のちょっと手前ぐらい、稚内と旭川の間ぐらいですね、のところまで行ってます。今回ですね、お邪魔するところはここのピアシリスキー場というですね、ここの目の前にある名寄温泉サンピラーさん。温泉なんだ。そうなんですよ。これもう目の前ですからね、本当ですね。すごくないですか、この距離。すごい。もうそのまんま、このまんま行けるでしょ、もうスーで、スーで日帰り料金払ってスーでサウナですよ、多分これ。でも本当そうかも、ここにほらスキー立てるやつあるから滑ってくるのかもしれないですね。もう滑ってそのままサウナいいんじゃないですか。いいですね。ね、これすごいですよ、この距離。でまあ、このサンピラーっていうのがね、またちょっと変わった名前というか、あのこの辺のエリアって本当に寒くなるから、あの朝とかにね、あのダイヤモンドダストがマイナス20度ぐらい出ると太陽光に乱反射して太陽の周りにこう柱ができるんですよ。太陽の柱だ、太陽柱って書いて、サンピラー。そうそうそう、UFO から地図。そうです、そうです。なんかすごいこう神秘的な現象が起きるんですね。それのなんかサンピラーっていう名前らしくて、これ名寄がですね、なんかあのむちゃくちゃ寒いエリアらしくて、盆地らしいんですよ、ここ。へえ、北海道。はい。やっぱ雪がちょっと違いません？違う。なんかもう音が片栗粉の上歩いてるみたいな。そう、確かにこうキュッキュッというかね。すごい。そうそう。だから今気温が、マイナス10度。はい。これでもマイナス10度って名寄的にはどうなんですか？でもどうなんですかね。でも昨日ほらご飯、あの夜ご飯食べたとこの大将はマイナス30度ぐらい下がったって言ってましたよね。言ってましたね、小学校ね、はい、ということで今回もね、キュンちゃんと一緒に、はい、キュンちゃん来たことある？あるよ。ある？あるよ。どんな感じや？今日行くとこ、名寄ってどういうところなの、教えて。名寄は、寒いよ。なんか公民館みたいな感じする。あ、でもね、なんかもともとある施設で、そのサウナと浴室は、去年、大リニューアルしたらしいんですよ、半年ぐらいかけて。じゃなかったんですか、ね、いやいや、もともとあったんですけど、リニューアルしてサウナ室が大きくなったっていう。そう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 、だからこの建物自体はもともとあった建物だったんですね。あ、描いてる絵ですね。あ、いいじゃないですか。かわいい。あ、でもほら、長谷名梨沙ちゃんの絵とか、これもうちょうど水風呂入る直前のね、いいですね。今から入るぞ、ほらウキウキウキって今から入るぞ。あ、サンピラー出てますね。はい、サンピラーもいただいてます。はい、すごいですね。もうこのゆずなちゃんももう整いすぎて、多幸感がもうすごいんだから。ハートがね、あ、桜子ちゃんはもうこれはが整いすぎよ。もう目開いてないからね、左目もういっぱい出ちゃって、もうポケモンボールも出ちゃってるから。なんか手形だ。すごい。え？触って重ねて比べて。お相撲さんじゃない。伊藤大輝。あ、スノージャンプの。笠井さん。あ、スノーじゃない。スキージャンプだ。スキージャンプの。うわ。原田さん、萩原さん、萩原健さん。すごい。あ、やっぱじゃあここすごい場所なんですね。あ、え？有森さん。有森さん飛ぶんですか？有森さん、有森ゆう子さん、あのマラソンの方ですよ、オリンピックのね、すごい有名な方で。
飛ぶの？え？高梨沙羅さん。え、どこ？あー、ほんとだ。すごい。そうそうたる。え、ちっちゃい。あら、高梨沙羅ちゃんちっちゃいね。あ、ほんとだ。ほら、かわいい。こんなちっちゃいの？ね。こうやった？すごい。すごいね。ここはもうスキージャンプの聖地なんですね。すごいね。面白い。うわ、楽しみ。これエレベーター降りてすぐのこのフロア、はい、もうここからリニューアルしてるんですね。うん、すごく新しい感じで、うん、確かに6ヶ月近くリニューアルって聞いてたから、うん、浴室だけじゃないってもう完全フロア自体なんです ね、大工事したんだ。すごい。ここでみんな集まったりとかできるんです ね、いいですね。こういう畳の部屋とかね、これいいな。畳窓の外の雪うわ、すごいな。すごいことになってますよ。もう何も見えないじゃないですか。見えない。すごっ。うわ、ここまで積もるんですね。こんな積もるんですね。へえ。すげえ。で、ここでなんかこうのんびりして、そう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 、談笑したりね、ね。で、こっちにもまだ全然座布団ありますから。あ、本当だ。もう好きなだけ座ってくださいっていう、ね。で、そこからお風呂。こっちじゃないかな。ああ、こっちだ。こんな湯。またこういう。すごい、あの前、前回をね、リニューアル前をちょっとね、僕ら、うん、あの知らないんであれですけど、はい、なんかすごいこう綺麗な感じですよね。ね、多分浴室もね、絶対、うんうん、楽しみ。もう本当に僕ら、うん、あの全くのノーリサーチ、もうゼロです、はいはい、もうあの見た感じのこの、うん、あの感想で、はい、あの三沢さん大丈夫ですので、はい、わかりました。動産がちょっとね、うん、まだまだあるぞということなんで、はい、ちょっと行ってみましょう。行きましょう。サンピラさん、はい、お邪魔します。お邪魔します。さあ、はい、入院に会いだということで、はい、いよいよ、はい、浴室に行きますかね、うん、もうね、あの今この着替えてるところ、はい、ここ脱衣所床暖最高、20度ぐらいの低温サウナ。低温サウナ、はい、もうここが低温サウナ。ありがたい。入ったとこからね、そうそうそう、感じましたもん、ね、だからもうスキー終わりで足が冷えててももう大丈夫です、ね、完璧。優しいね。優しい。この床暖のおもてなしからね、スタートしたいと思います、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう、はい、行きましょう。はい、うわ、わあ、うわ、めちゃくちゃ綺麗。綺麗。あ、もう超綺麗じゃん。すごい。あ、いいですね。素晴らしい。あれが天然温泉ね。温泉ですよ。いいですね。そして、こっちが水風呂。うわー、てかもう全部リニューアルしてるんですね。すごい。待てさん。行きますか？ちょっと。水温計もないんですよ。もう行ってみましょう。あ、はい。さすがだ。さすがなよろし。でもね、あの絶対無理っていうわけの温度ではないですね。地下水ですか？うん、シングルではないですよ。でも15度以下ぐらい、15度ぐらいですかね、うん、まあ結構ゆっくり入れるかも。こちらの水風呂は近くの川、川から全部引いてるんです。館内の水槽とかも全部変わった。すごい。室内にいながらでもアウトドアの運転もね。床だからのアウトドアがクロスしてるっていいじゃないですか。すごい。バラバラしっかり、はい、なんか結構コンパクトですけど、コンパクトだけど必要最低限のもの全部揃ってるんですね。ね、うん、いいですね。すごいね。すごい。ほら、だいたいこう全部こうくっついている。はいはい、くっついてる。なんならちょっとこう濡れてて2枚取っちゃうとかね、ありますけども。これすごい。これはどこのメーカーだったの？どこですか？発明だ。ね、発明で
ですよ、ほら、取りやすい。あ、取りやすい。入れるときは戻しやすい。いいね天才。天才。ね、すごい。あ、このメガネを切るの。はい。ね。あ、で、丁寧にちゃんとメガネを切って、この、ちょっとテープも作ってくれる。ね、あとほら、サイズもちょっと違うから。あ、ほんとだ。ね。大きいメガネの人も大丈夫ですね。はい。うん、これもこのまま。あ、サイズもね。あ、だからその、こういう感じでやってて、ちょっとお客さん増えてきたら、これでいい。あ、すごい。繁忙期も。安心安全設計。すごいですね。はい。サンピラのリニューアルしたサンピラです。お願いしたいと思います。お願いします。おー。おー。あ、広い。広いし、すごい。広い広い。にこのやっぱ綺麗なサウナ室っていうのはね、はい、気持ちいいですね、うん、気持ちいいですね、うん、まあ新しいこの木の香りがもうすごい充満してますよ、うん、はい、なんか新しいんだけどこの色合い結構好きですね、うんうんうん、なんかちょっとなんていうんだろう、薄すぎないはいはい、いいですね、ますね、温度も結構しっかりありますね、うん、しっかり熱め、何度ぐらいかな、あ、でも100度近いですよ、あ、すごい、98度ぐらい、へえ、うん、湿度もまあそこそこね、うん、ああ、大きい、はいはい、もうこれあのローリーはできるあの仕様のストーブではありますけど、うん、まあもうストーブも真新しいね、ね、こんな今漆黒のこんなかっこいいストーブ出てるんですか、そうそうそう、これメトスさんがね出してる新しい、うん、もう今結構なんかこうやって見ながらもうこれでワンセットいけますね、ここすごいここすごい、うん、雪で遊んだ後に、はい、このサウナに入ってこれる幸せったらないですよね、ですよ、こんな温まってるんですよ、そうだからやっぱこう、うん、いかにやっぱこのですね、寒い地域のなんか人がやっぱ入ることが多いって言いますけど、うん、本当今身に染みて痛感してます、痛感してます、ね、このサウナのありがたみ、はい、ね、だってこれだけ暑かったら、うん、もうサウナで、あ、冷たくなった体なんてもう一瞬で溶けますよね、そうですね、解凍されるような、そうですね、だから本当になんかサウナ好きの人のためでもあるし、うん、単純にスキーして冷えた人がここで温まりますようにみたいな、うん、そうですね、なんか願いも感じますよね、確かに、だからあの本当になんだろう、サウあのスキーをやって本当に凍えた後にここにサンピラーさんのこのサウナに入るとサウナのこの良さ素晴らしさにあの一番の近道かもしれない、うん、私こんなサウナ、うん、ね、こんなサウナあるんだったらスキー始めますよ、ああサウナ発信から、はい、だってサウナ、ね、スキー後にスキー後にこんなサウナ入れるんだったら、うん、絶対気持ちいい、きますよ、スキーサウナって検索、ああそれいいかもねスキーサウナって検索ね、知らん始めちゃったよ私、うん、確かに、うん、ナヨロって私聞いたことなくて、うん、今回初めて来たんですけど、はい、でも来てみるとじゃあこれみたいなものってあんまりなかったじゃないですか、うんうん、で歩いてると、ね、うんうん、結構昭和っぽい、はいはいはい、スナックとか、はいはいはい、なんかご飯屋さんとかはあったけど、うん、なんかこうテーマパークみたいなのはテーマパークというか、まあ、いわゆる観光地であるような観光地ではなかったから、はいはい、うん、なんかこう遊びとかでなかなかセレクトする場所じゃないじゃないですか、あ、そうかもしれないですね、うん、でもなんかこうスキーできたり、あとスキーしなくてもここのサウナがあるなら、うん、なんかこう街歩いて散歩してここ来れてみたいな、うん、全部いい良さそうなスナックでしたね、なんであんなになんかネオンとか、うん、ちょっと本当に昭和っぽいのがこう残ってるというか、そうですね、本当になんかこう現代に侵されてないあの頃の街がここには新鮮なまま残ってる、うんうん、そうですね、なんか時が止まったような感じもするし、そうそう、だからここのナヨロがもはや博物館みたいな感じでした、あ、でノスタルジックはすごい感じましたよ、感じましたよ、ね、うん、でご飯もめちゃ美味しかったんですよ、った僕らが入ったところもすごいいいとこで、もう海産物とかもね
めちゃくちゃ美味しくて、やっぱかきすが僕特にあの衝撃的に美味しくて、ですね、でやっぱさすが北海道ですねなんて言ってね、大将に言って、かきめちゃくちゃ美味しいですって言ったら、これ広島さんって言ってました、ね、広島も美味しいですけど、はい、銀だら、あの、タラのね、味噌漬け、最強焼きみたいなね、美味しかった、あれもうまかったな。ジャンソーもあったし、ジャンソーもあった、朝までやってるジャンソーね、聞きに行ったら朝までやってるよって言われて行きたいって思う。本当にそこに土地土地に住んでる人たちのこの空気だったり、なんかこうローカルっていうこの世界観も含め、生活をちょっと垣間見たいなとかね、お邪魔してちょっと体験してみたいなっていう人は名寄りありですよ。それが実は一番面白い説明、一番旅行がの醍醐味ですからこれ。そうなんですよ、何か目的じゃなくても一応サウナがあれば、サウナの確保だけしてぐるぐる、そう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 、一番楽しいやつできましたね。で回ってね、なんかうーんって思ったらまたサウナ戻ってくればいいんですから、はい、うん、で整ってまた行けばいいんですよね、うん、いいですよ。めちゃくちゃ柔らかいです、ね、うん、あ、息が冷たくなってきた。行きますか、ぼちぼち、はい、
本当に北海道の皆さん、ありがとうございました。最高に気持ちよかったです。気持ちよかったですね。マグマンペイの後ほどサウナで。